この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドローム、田村ゆかりです。スイカはもう食べました？あのさゆかりね、最近ちょっと思ってることがあって、あのね、スイカに限らず他のものも果物に関してはそうなんだけどさ、ストレートジュースがあるじゃない世の中にもさ。スイカは食べてないのよゆかり。ごめん嘘、本当はちょっとだけ食べたけど、でもなんていうの、その何、あのスタッフさんが差し入れて買ってきてくれて会場にあったから食べたんだけど、自分で買っては食べてないのね。でさ、スイカ自体は自分で買って食べてないけれども、でもスイカジュースはよく飲むわけでさ、しかもスイカを食べるよりスイカジュース飲んだ方がスイカの摂取量多い気がすんのよ。だってさ、どうやって絞り出してるかは知らんけどさ、なんかこう圧搾とかさされてんだったらさ、汁がビューって何200とか分だからさ、汁200分の固形物だと結構な量でしょって考えたら、なんかジュースの方が良くないって思っちゃって。でしかもストレートだからさ、なんか割と原型に近いでしょ、きっとストレートジュースだからさって思って、だからスイカは食べたも同然スイカ食べたも同然なのよゆかり。でもうなんだったらゆかりスイカジュース好きでさ、割とストックしてるからさ、年がら年中スイカを食べたも同然だと思う。でさ、今さ、知ってる？コーヒーとか売ってるさ、有名なやつあるじゃん、ちょっとイギリスみたいな寄りのやつ、チュリーズコーヒーあるでしょ、知ってる？チュリーズまあタリーズなんですけどこれさ、言った時にすぐタリーズって気づいてくれる人とさ、本当に気づかない人がさ、割と半々だからさ、あ、そんなコーヒー屋さんあるんだって思われた時がちょっと嫌だなって今思っちゃってうちのお父さんがね、タリーズのことチュリーズって言っててさそれが好きでゆかりはタリーズのことチュリーズって言っちゃうんだけどね、そのタリーズコーヒーでね、スイカのストレートジュースあんのよ。なんだっけ、スクイーズちょっとわかんないけど、もう本当にただスイカジュースにもうクラッシュされた氷が入ってるっていうだけの飲み物があってさ、それがすっごい好きなんだけど、たださ家にスイカジュースあるわけよ、紙パックの。まあ結構なお値段するじゃん、もちろんお店で買うとさ、ちょっとなんかちょっとだけなんて言うんだろうな、まあ損はしてないんだけど、セレブな気持ちが味わえちゃうよね、500いくらとかしちゃうからさ。でもね、そのチュリーズでスイカジューステイクアウトするとさ、ゆかりの大好きなもう便利なもうクリアカップが手に入るわけおしゃれなやつだってなんかさ、なんかアメリカだかイギリスだかわからんけどさ、英語が書いてあるわけよ、チュリーズってかっこいいって思って、なんだこのおしゃれなカップって思ってさ、だからあの500何十円のうちの多分450円ぐらいはねカップの値段だと思うそれでは今夜もゆかりの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めましてこんばんは、田村ゆかりです。もうほんと好きすぎてさ、もうクリアカップ、タリーズはアメリカなんだね。なんかさ、最近さ、そのニューヨークで流行ってるさ、もうおしゃれなコーヒー屋さんがさあるじゃん、大きな割とでかい巨大な、シアトルの風を感じそうなやつでさ、それがさ日本でさ、ジャパンでなんか都道府県別にさ、いろんな味のやつやってるでしょ。それもさ、だからちょっと
飲んでみたいんだけどさ、ゆかりあんまりそのニューヨークのやつさあんま飲んだことなくって、いつもさ新幹線とか乗る前にさ、あのニューヨークのおしゃれなスターの飲むやつ、バックスあるねっていつも言いながらね、買ってきましょうかって言われたら、あ結構ですって言うんだけど、あの量が多いのよ。でからコーヒー飲まないからさ、そのひんやりしたさそのフラペチーノ的なやつがさ飲みたいんだけどさ、量が多いんだよね。で飲みきれないのが分かってるからもったいないなと思ってさ、あ大丈夫ですって言うんだけどさ、でもその40何都道府県か知らんけどさ、あれさ、あれずっとやってほしいわ。だって無理だもんね。そんなだってさ、毎回ツアーやってるからさ地方行くことあるけどさ、今ほらあんま移動しないでねってなってる中でさ、彼が気になってるやつあれよ、なんか水色のやつのやつよ。シガーかな、なんだっけな、なんか水色とか黄色とかが混じってる、なんか夏って感じのシガーじゃなかったかな。割とその記事の写真として取り上げられてるやつ、あそうだね、シガシガシガ、それは美味しそうだよね。他のもさもちろん美味しそうなんだけどさ、ちょっと調べてみたわけ、その期間中にさ、じゃあどこの都市行くかなと思って調べたんだけど、割と冒険してないやつが多くって、例えばこの間のその愛知はあれなんだっけな、あんこ味のコーヒーかな確か、それどこ、あんこでしょ、そう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 、とかさ、神戸は確かなんかチョコレート味のコーヒーとかさ、なんつうかな、違うん、そういうんじゃないんだよね。いやもちろん美味しいと思う、もう鉄板だしさ、でまあイメージもあるしね、そのあんこはその名古屋のイメージあるしさ、チョコレートは神戸とかさ、そういう兵庫のイメージあるけどもさ、なんかでもじゃあさ、どうして埼玉はネギじゃないんだって思うじゃない。なんかさ、まあもちろんネギじゃなくていいんだけどさ、それどこ、あそうなのよ、その埼玉のやつね、なんかちょっと、まあ、美味しそうではあるけれども、なんでストロベリーなんだろうみたいなさ、ストロベリーだって埼玉でも取れんのかな、なんか栃木とかね、関東だったらのイメージあるもんね。栃木はちなみに何なの、栃木の、まさか餃子、まさかね、え、まさかそこもストロベリーであれ、何これ、何これ、何味、チョコ、チョコかぶってってんじゃん、チョコかぶりして、あちなみに福岡何、福岡ひよこ、ひよこ、ひよこ、ひよこであれ、え、あお茶か、やめちゃね、え、じゃあさ佐賀は、佐賀だってさお茶あるけど、佐賀何、佐賀の有名なやつ他何があるかちょっとわかんない、イカ、イカであれ、イカ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 来い、え、チョコチョコ多くないチョコレート多すぎでしょあそれなんか全部見れるんだね写真、ゆかりさなんかまとめみたいなとこで見たからさ、あ全部載ってんだ、なんか全ての写真が見れないなと思ってたの、そっか見れるんだ、なんかもうちょっと、まあでもさ売れないとやっぱ困るだろうからさ、たださ、ネギのフラペチーノあったらちょっとおって思うけどね、まあおって思うだけだけどさ、だってさソフトクリームはさあるじゃん、なんかほらわさびのソフトクリームとかさ、あとさ今ちょっとわかんない、ネギって言ってはいるもののさ、埼玉別にネギ以外だってあると思うのよ、例えば、埼玉の、ジュンサイとかはないんか、な緑が多そうだからさ、埼玉、さつまいもなの、さつまいもはさ茨城とかさ、あと徳島とかさじゃない、埼玉はせんべいはさ
あの亀田があるとこでしょうよ、お米があるとこでしょうよ、新潟とかさ、あと千葉とかさ、まあ仲ないだろうけれども、埼玉にだって十万石まんじゅうはさピンポイントすぎるでしょなんかさ、だってさほら例えば名古屋はさもうあんこをさ使ってるわけじゃん、まあ、あんバターのトーストとかあるからさ、あんこはさあんこっていう素材じゃん、十万石まんじゅうって商品だもんだって、なんか商品じゃないのよ。あ、ガリガリくん赤城って埼玉なの？でも他メーカーだよ急にコラボしちゃう？そこだけ急に？だったら福岡だってブラックモンブラン味にしてほしい。またチョコじゃん、もういいよチョコは。なんだろう、全然本当に埼玉の名物な、わかんないんだよな。これさ、この間川口行ってさ、川口ってまたピンポイントじゃない、その埼玉は大宮と川口に行ったからさ、埼玉ってくくるよりかはそのまあ都市で、あの大宮川口って考えた時にさ、じゃあ川口の有名なもの何かないかなと思ってさ調べたらさ、太郎焼きっていうの出てきたわけ。矢野さん知ってる？知らないよね。なんかね、回転まんじゅうなの、あんこがいっぱい入った、それだよ違うな、そうなん、もうこれ、これ川口の話するとなんかこうなっちゃうんだけどさ、違うね、めちゃくちゃ美味しかったんだけどさ、なんつったらいいんだろうな、まあ、十万石もそうだけどさ、なんつんだろうな、よそでもあるんだよねまあでもお土産ってそんなもんだけどね、だいたいさ、その昔から昔ながらのお菓子ってさ、お砂糖と卵と、まあ、牛乳とか、まああと言って小麦とかさ、この4つがあればなんとかなるやつ多いじゃんね。でまあそれがシンプルで美味しいんだけどさ、なんかまあどこ行っても割とそうではあるんだけどさ、なんかその時にも埼玉の名産って考えた時にすごい難しいなと思ったから、だからスタバの人も大変だろうなって思ったんだよね。なんかだってわざわざねニューヨークからやってきてるわけでしょ。やってきてないよちゅうかりスタバをなんかニューヨークの有名なコーヒー屋さんっていうのちょっと気に入ってるんだよね最近ね。なんかだっておしゃれじゃん、すごい。なんかマック広げたくなっちゃうでしょわかんないけど、充電もあるしさおしゃれだなと思って。あともう一個おしゃれなね、そういうとこはね、ディーン&デルーカだねだってなんか、英語だもん、お店の名前が。だからちょっとおしゃれだなと思って。ディーン&デルーカってどこの国なんだろう。まさか日本だったりしないよね、本拠地。どこなんだろうな。でもさ、アンドってついてるからさ、アメリカじゃない？だってさ、フランスだったらアンドって言わないでしょ。英語だもんね、アンドってね。だから多分アメリカだと思う。ディーン&デルーカ、アメリカのニューヨーク。来たよ、ほらニューヨークかっこいい、かっこいいな。マクドナルドは？マクドナルドの本拠地どこ？ニューヨークであれ、ニューヨークであれ、もしくはアイダホ、お願いします。ニューヨークであってほしい。もうニューヨークに全て集まっててほしい。なんかかっこいいやつお願いします。どこだ？違うんだ。どこ？どこ？イリノイって何？何？イリノイって、え、イリノイっていう土地があるの？イリノイ州、なんだそれ。あ、そういうとこがあるんだ。へえ、いろんなところがあるんだね。バーガーキングじゃどこなんだろうな。もうどうでもいいわ、なんかそっか、メール読もうかな。スタバのやつ飲みたいな。東京のやつ、ちなみに何なんだろう、東京味。まあ、いつでもどこでも東京のやつは買えるけどさ、東京のやつどこなんだろうね。あとさ、これ思ったんだけどさ、
あの全国にさ自由に行き来できないからさ、まあ難しいんだろうな。こんなことさ素人が考えるようなことはさ企業の偉い人もとっくに考えててさ、それで決まったことだろうからさ無理なんだのは分かってんだけどさ、なんか今週は全国的に東京とかにしてほしかったな。何それ、オリジンコーヒージェリーキャラメルフラペチーノ。でもキャラメルフラペチーノってなんか最初からそういうのなかったっけね。やっぱ滋賀のやつ飲みたいな。だからさその7月1週は滋賀とかさ、そんな風にしてくれたら飲みやすかったのになってちょっとね思ったりました。わあ美味しそう。何それ、その一度そのさ滋賀のやつのさ何が美味しそうってさ、そのう器のねゆかりの好きなクリアカップの下にね謎のもう食欲をなくすような青い液体が沈んでるわけ。謎のなんかもう海みたいな青いやつが沈んでて、でその上にミルクみたいな白いなんか白い層が結構な割合であってさ、で上にさまた突然やってくるそのオレンジ色のなんかゲル状のなんかやつの上に生クリームと緑色の怪しい粉が降りかかってるわけ。めちゃくちゃ美味しそうじゃないそれ。何なのそれ、もうまず一番最初のその青い汁が何なのかが知りたいのよ。琵琶湖イメージ、はー、上のやつは、上のオレンジは何じゃ。夕日、あー琵琶湖の夕日、じゃあ上のさクリームと怪しい、ま、なんか緑色のクリームは山、何山、何山なの。遠くに見える富士山かな。滋賀の山、漠然としてる。じゃあその粉は怪しい粉、怪しい粉、緑色の山々の緑、うわーコンセプトちゃんとあった、めちゃくちゃコンセプトあった、飲みたい、うわーますます飲みたい、なんだそれ、琵琶湖味わいたいわ、体験したいな琵琶湖、あー琵琶湖。だってさそれさストローで飲むと思うんだけどさ、ストロー刺してスーンって吸った時にまずどこのゾーンが吸えるのかが分かんないじゃん。何味が来るか分かんないんだよ。多分さストローの刺し具合によるけどさ、めちゃくちゃ深くまで刺してた場合は琵琶湖の海をまず感じることになるじゃん、湖かを体感するじゃんね。はー琵琶湖のやつ飲みたい。これほどにまで滋賀に思いを馳せたことが今まであっただろうか。うわー飲みたい、飲めない、滋賀行かないものだって。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム合言葉より田村ゆかりでケセラセラ。また「ため息に」
得する姫、損する姫。生活の知恵という名の横着で成功して得したり失敗して損したり、あなたの横着技を教えてもらうコーナーです。それでは紹介していきましょう。ルマンドさん、本当にもうあれよ、今こう矢野さんから渡されたメールをさ、今目も通さずに今読もうとしてるんだけどさ、冒頭2行でえーってなったからね、読みますよ。心して聞いてくださいね。日清さんから出ているカップヌードルカレー味はスープにかかっているコストが他の味の5倍だそうです。理由はいろいろなスパイスを使っているから。またスープを残してそこにご飯を入れることで2倍楽しめ、ゆえに 5×2 イコール10倍お得です。かっこ公式で言っていました。日清のカップヌードルは一律同じ値段なので、カレー味を食べると得したことになると思います。確かゆかりんはカレー派だったと思いますが、さすがそれを見抜いていたとは。どうでもいいですが、私はシーフード派です。はあ、判定します。得。知らなかった、そうなんだ。はあ、もうカレー味以外食べない。あとさ、ゆかりさ、その汁をさ普段飲まないんだけどさ、カレー味に関してはさ、汁っていう概念がゆかりのカレーヌードルにはないからさ、なんつったらいいんだろうな、ゆかりのシーフードじゃない、あのカップヌードルのカレー味のさ汁はさ、ちょっと悪い意味で取らないでほしいんだけど、ヘドロみたいになってるから、なんていうの、あのもうめちゃくちゃ濃いのよ。全然お湯入れないから、スープカレーとカレーの違いみたいな感じ。みんなのカレーヌードルは多分スープカレーみたいなサラサラのさ汁じゃん。ゆかりのやつカレーライスみたいなドロドロなんだよね。あえそばっていうの、そういうの、ゆかりそのあえそばで楽しんでるからカレーヌードルを。だから普段だったら飲まない汁も飲んでることになるから、もうゆかりめちゃくちゃ得してると思うんだよね。これもうけたわ。皆さんのお茶会エピソード教えてください。お便りお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム合言葉より、田村ゆかりでエグザクトリー。
お時間です。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。ここで番組からお知らせです。来週の放送は東京オリンピックサッカー日本男子戦中継のためお休みとなります。はい、そうなんだね、中継がある。楽しみですね。それでは再来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。Thank you.